ソロモン・ミハイロビチ・ミホエルスは、ソ連の舞台監督、俳優、ソ連人民芸術家、ユダヤ人反ファシスト委員会議長、本名は、シュロイメ・ボーフ氏、1919年から舞台に立つ。1925年、モスクワ国立ユダヤ人劇場を設立、1929年にその芸術指導官となった。ミホエルスの最も有名な役名は、リール。 牛乳屋だった1941年、モスクワ劇場学校の教授。1942年2月、全世界のユダヤ人人民大衆のファシズムとの闘争への参加のために創設されたユダヤ人反ファシスト委員会の初代議長となった。同委員会には、ピー・カピッツァ、セルゲー・エーゼンシュテイン、サム・イル・マル・シャーク、イリア・イレンブルグ等も参加した。 全路劇場協会幹部会議員、芸術職員労働組合中央委員会委員、同時に国家保安機関の職員でもあった。戦後、イークの他のメンバーと共にイスラエル建国に関する情報を収集した。しかし、情報は誤っており、ソ連の軍事援助を得たイスラエルには新米政権が誕生した。この後、イークは解散され、その指導者たちは弾圧された。 ミホエルスは、舞台評論家の部位、ゴルベフ・ポタポフと共に、ソ連国家保安省のエージェントにより、事故を装って暗殺された。弟のミロンボーフ氏は、医師で、クレムジンの病院で働き、赤軍主任内会、ソ連医学アカデミー会員等を務めた。1953年1月に、医師団陰謀事件で逮捕されたが、同年4月に釈放された。 娘の夫は作曲家ミエチスワフ・バインベルクである。ありがとうございます。